2023年の映画黒金のサブマリンゲスト声優は沢村和樹さんだとニュースで見たわ。そうだな。沢村和樹さんは劇中、インターポールの海洋施設パシフィック V で、くせ者エンジニアを束ねる局長の牧野洋介を演じるらしいぞ。どんなキャラクターなのかしら？今から映画が楽しみね。劇場版名探偵コナンには毎年俳優や女優、元アイドルといったゲスト声優も見どころの一つだからな。沢村和樹さんはデビューが名探偵コナンテレビアニメ放送開始と同じ1996年で、コナン君と同期であると話していたわ。名探偵コナンに縁がある芸能人がゲスト声優を務めるのは嬉しいな。コナンファンの芸能人も多いんだぜ。名探偵コナンと芸能人、有名人のコラボは映画ならではってことね。そうでもないんだぜ。映画以外でも名探偵コナンに出演している芸能人は多くいるんだ。そうなの？じゃあ今回はコナンに出演した有名人について紹介していこう。真実はいつも一つ。まず一人目のコナンに出演した芸能人は松尾隆さんだ。俳優、タレント、ナレーターとして活躍している松尾隆さんね。そうだぜ。松尾隆さんはコミックス11巻、アニメ31話テレビ局殺人事件で、なんと犯人役として登場しているんだ。アニメでは本人が声優をしているぜ。結構初期なのね。実在する芸能人が犯人役で登場なんてなかなか大胆だわ。そうなんだ。松尾隆さんがコナンファンであることから登場したようだな。ちなみに、被害者の諏訪道彦という人物も実在しているんだ。え？そうなの？事件現場である日売りテレビは日本テレビをもじっているんだろう。コナンの世界ではたびたび登場しているぞ。映画から紅のラブレターでは爆破もされているしな。殺人事件が起こったり爆破されたり、さすが名探偵コナンに登場するテレビ局って感じね。日売りテレビ。諏訪道彦さんは名探偵コナンなどアニメプロデューサーとして活動しており、現在は読売テレビの子会社の専務取締役を務めている人なんだ。すごい人なのね。プロデューサーを被害者役にして、作者の青山先生は怒られなかったのかしら？事実はわからないが二人の関係がいいからこそできるんだろうぜ。それもそうね。次に紹介するコナンに登場した有名人は、中山秀幸さん、浅木久美子さんだ。二人が出演しているのはアニメ56話おじゃまん坊殺人事件。原作には掲載されていないアニメオリジナルエピソードなんだぜ。おじゃまん坊って確か過去に放送されていたテレビ番組よね。この話もテレビ局で事件が起こっているの？確かにおじゃまん坊は1993年から2006年まで放送されていた番組の名前だが、今回の事件はテレビ局ではなく清掃会社になっているんだ。清掃会社？作中に登場している中山秀幸さんはおじゃまん坊清掃会社の社長、浅木久美子さんはおじゃまん坊清掃会社の社長秘書といった設定なんだぜ。二人の声優はそれぞれ本人が行っているが、芸能人として登場するわけではないんだ。名前も声も本人、イラストもそっくりなのに清掃会社の社長と秘書なんて面白いわね。実在する番組名を使っているから、テレビ局での事件は避けたのかもしれないな。番組のイメージが悪くなったら大問題だものね。最後は社長秘書の浅木久美子さんがテレビ番組の司会者になるというオチは、実際の二人が芸能人であることから来ているんだろうな。次に紹介するコナンに登場した有名人はブーミックスだ。ブーミックスは高山みなみさんと長野椎名さんによるユニットで、アニメ名探偵コナンの主題歌も何度か担当しているぞ。いやいや、ちょっと待ってよ。高山みなみさんは名探偵コナン、江戸川コナン役の声優さんでしょ？コナンに出演しているに決まっているじゃない。それに、主題歌を担当しているだけではコナンに出演とは言えないわ。ふふ、甘いな。ブーミックスは二人とも名探偵コナン人気アーティスト誘拐事件に登場しているんだ。コミックスでは15巻、アニメでは81、82話のエピソードだぞ。主題歌だけでなく、ブーミックスとして作品に登場しているのね。人気アーティスト、ブーミックスのライブ直前に缶蹴りをしていたコナンたちは、ライブ直前の高山みなみさんと偶然ぶつかるんだ。長野椎名さんが行方不明になり探していたため高山みなみさんはライブ会場の外にいたんだぜ。コナンたちと高山みなみさんが協力して長野椎名さんの行方を探すのね。そうだぜ。高山みなみさんは本人役と江戸川コナン役の2役で大変だっただろうな。アニメを見ている視聴者も二人の声が同じだから混乱しそうだわ。作中でもコナンと高山みなみさんの声がそっくり。という話題になっていたから、そこは大丈夫だろうぜ。そして二人の声が似ている特徴を活かし、コナンが高山みなみさんの代わりに歌うといったラストになっているんだ。素敵ね。あれ？コナンくんって音痴だったような。もちろん、江戸川コナン役の高山みなみさんはわざと音痴に歌っているぜ。
わざとオンチで歌うなんて本当に歌が上手い人にしかできない技ね。ブーミックスのブルースアグレートディテクティブオブラブという曲は、江戸川コナンバージョンもあるから、気になる人はぜひ聴いてみてくれよな。オンチなのに気持ちよさげに歌うコナンがとっても可愛いぞ。次に紹介するコナンに登場した有名人は上戸彩さんだ。国民的女優と言われる上戸彩さんも名探偵コナンに登場するのね。そうだぜ。アニメ437話上戸彩と新一4年前の約束に登場しているんだ。タイトルに名前が入っているのは今までになかったパターンじゃない？そうだな、このエピソードはアニメオリジナル作品なんだぜ。4年前、工藤新一の父親である工藤優作が書いた小説がドラマ化し、上戸彩さんはその主役を務めた女優といった設定なんだ。もちろん、上戸彩役の声優は上戸彩さん本人が務めている。人探しをきっかけに、上戸彩さんは女優になる。そして工藤新一は高校生探偵になるといった約束をしていたことが判明したんだ。だからアニメタイトルが上戸彩と新一4年前の約束なのね。上戸彩さんがなぜ名探偵コナンに登場したのか経緯は不明だが、2018年公開の映画ゼロの執行人のゲスト声優も務めているほどだから、上戸彩と新一4年前の約束は好評だったんだろうな。本人役としてアニメに登場した後映画にもゲスト声優で登場しているのね。次に紹介するコナンに出演した有名人は井上和香さん、山本あずささんだ。二人が出演したのはアニメ488話テレビ局の悪魔で、1時間スペシャルとして放送されたんだぜ。テレビ局、また日売りテレビね。二人は沖野陽子の共演者として本人役の声優を務めたんだ。テレビ局の悪魔はコミックスだと57巻に収録されているんだが、原作では二人は登場していないんだ。だから、アニメでも二人は犯人、被害者といった事件に直接関わらない役なんだぜ。そうなのね。このエピソードの犯人であるサタン鬼塚の声優は、芸人だった桜塚やっくんさんが務めていたんだ。スケバン京子でおなじみだった芸人さんね。この三人は映画コンペキのジョリーロジャーの宣伝活動をしていた縁だろうな。テレビ局の悪魔にはトラやアツコアナウンサーやお笑いコンビのサバンナなど、たくさんの有名人が声優として参加しているから、誰がどの役をしているのか考えながら見るのも楽しいぞ。1時間スペシャルだから気合が入っているのがわかるわ。次に紹介するエピソードは世界一受けたい授業事件だ。アニメオリジナル作品で2011年に636、637話として放送されているぞ。世界一受けたい授業といえば、坂井正明さんやクリームシチューが出演する人気番組よね。わかったわ。今回は坂井正明さんとクリームシチューの二人が登場しているのね。正解だ。日売りテレビの看板番組世界一受けたい授業のゲストに、名探偵の毛利小五郎が呼ばれるといった設定だぜ。そして、番組収録中に起こった事件にコナンが挑むんだ。コナンくんって本当に行く先々で事件に巻き込まれるのね。警視庁はコナンを見張っておくべきじゃないかしら。番組内で登場した坂井校長、上田教授、有田学級委員長は、もちろん本人が声優を務めているんだ。残念ながら DVD や配信は別の人の声に変わっているようだがな。いろいろ大人の事情があったのかしらね。世界一受けたい授業事件は前編、後編に分かれており、前編が放送された日はコナンが放送された後世界一受けたい授業で、作中に登場したトリックを科学実験で再現したんだぜ。まさに番組と番組のコラボってことね。名探偵コナンと世界一受けたい授業は同じチャンネルで同じ日に放送されているから、コナンを見たファンはそのまま世界一受けたい授業を見て、コナンの余韻に浸ったんだろうぜ。現在でも江戸川コナンは世界一受けたい授業のゲストにたびたび出演しているから、コナンと世界一受けたい授業は制作局は違えど仲の良い番組なんだろうな。次に紹介するコナンに出演した有名人は市川海老蔵さんだ。歌舞伎界も名探偵コナンとつながりがあるのね。ああ、市川海老蔵さんが出演したのはコナンと海老蔵歌舞伎おはこミステリーで、アニメオリジナル作品804、805話として放送されたんだ。2週連続1時間スペシャルといった力の入りぶりだったんだぜ。市川海老蔵さんは歌舞伎役者として登場するんだ。本人そのままの設定なのね。歌舞伎というとなかなか若い人に馴染みがない印象だから、名探偵コナンとコラボすることで多くの人に知ってもらうことができたんだろうな。市川海老蔵さんは歌舞伎にあまり詳しくない人でも、知っている超有名人だと思うけどね。作中で市川海老蔵さんはミステリーファンで、毛利小五郎の大ファンという設定なんだ。鈴木財閥にもつながりがあって何度かそのこともあったことがある設定なんだぜ。さすが市川海老蔵さん。アニメの中でも顔が広いのね。
次に紹介するコナンに出演した有名人は倉木麻衣さんだ。倉木麻衣さん、コナンにとって切っても切り離せない人よね。そうだぜ。何しろ倉木麻衣さんは多くの名探偵コナン主題歌を担当しており、同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数でギネス記録を持っているくらいだからな。アニメも映画も20曲以上担当しているのよね。私の名探偵コナン、倉木麻衣さんのイメージといえばシークレットオブマイハートのイメージが強いわ。割と初期の曲だな。倉木麻衣さんは長期にわたって名探偵コナンの主題歌を歌っているから、世代によって印象の強い曲が違うだろうから、コナンファンで名探偵コナン、倉木麻衣さんを気に入りの一曲を話すのも楽しそうだな。倉木麻衣さんは映画迷宮のクロスロードやからくれないのラブレターといった京都をテーマにした映画の主題歌を担当しているから、倉木麻衣さん、名探偵コナン×京都のイメージが強い人も多そうね。そんな倉木麻衣さんが本人役として名探偵コナンに出演したのは、アニメ927-928話の紅の修学旅行で、新一や蘭たちが修学旅行先として訪れた京都のホテルで倉木麻衣さんと遭遇するんだ。やっぱり京都なのね。倉木麻衣さんは作中でセラマスミのことを男の子だと思い込んで、その子かけるセラと新一かける蘭でダブルデートをしていると勘違いするんだぜ。セラちゃんってボーイッシュだからそう思っちゃうのも仕方がないわ。倉木麻衣さんが名探偵コナンに登場したのはこれだけじゃないぜ。コミックス29巻、アニメ238話大阪3つの刑事件前編に、倉木麻衣さんが登場しているんだ。え？そうだったの？倉木麻衣さんだけじゃないぜ。コナンたちが訪れたパーティーに倉木麻衣さん、小松美穂さん、そしてプーミックスが呼ばれているんだ。みんな名探偵コナン主題歌を担当しているアーティストなのね。もちろん、このパーティーには沖野陽子も呼ばれているぜ。とっても豪華なパーティーね。それぞれの登場は一瞬でセリフもないから、確認する人は見逃さないように注意してくれよな。というわけで、名探偵コナンに出演した有名人を紹介したぞ。意外と多くの有名人がコナンに出演していて驚きだったわ。今回は劇場版のゲスト声優を除いて紹介したが、劇場版を含めるともっと多くの有名人がコナンに出演しているんだ。また、名探偵コナンのコミックスでは青山剛昌の名探偵図鑑として、探偵や刑事を演じた俳優さんのイラストを青山先生が描くコーナーがあるんだ。嵐の大野智さん、相葉雅紀さん、桜井翔さん、松本潤さんも登場している。他にも先生は主題歌を担当したアーティストの絵も描いたりしているぞ。ファンにはたまらないわね。桜井翔さんはザ・ミュージックデイ2021という番組の企画でコナンくんとコラボもしているんだ。コナンに関わっている有名人はめちゃくちゃ多いんだぜ。それだけ名探偵コナンが愛されている作品ってことなのね。私もいつか名探偵コナンに出演したいわ。ああ、できたらいいな。無理だと思うがな。最初から無理って決めつけるんじゃないわよ。諦めたらそこで試合終了なのよ。それは別の漫画のセリフなんだぜ。今回の解説は公式情報だけでなく私個人の考察も多く含まれているから、他に考察や意見がある人はぜひコメントしてほしいぞ。詳しい方のコメントお待ちしております。他の人の面白いコメントもあるかもしれないから、コメント欄のチェックもしてくれよな。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。